共和主義、共和主義、共和主義、とは、政治思想の一つ。共和国、共和制といった生体の構成原理である。共和主義との用語は二重性のある用語である。君主制の国においては、民主主義に基づき君主の配慮を要求すること、つまり、君主制廃止論を意味する場合が大半である。一方、共和国においては、中道右派もしくは保守の、 大義牲よりの政治思想を指すことが多い。これらのどちらの意味が強調されるかには、留意が必要であり、原則として、歴史的文脈から判断することができる。本校の記述では、しばしば混同される、民主主義との対比に力点を置く。詳細はも参照。古くは、古代のギリシア都市国家、ポリスや、共和制ローマにまで遡り、ローマの政治家、 マルクス・トゥ・デウス・キケロの思想が与えた影響が大きい。語源もラテン語のレス・プブリカ、公共、なる者の,の意に由来する。小林正也によると、もともとの共和主義においては、政治参加による自治の目的は、公共性の実現にある。しかし中世のニッコロ・マキャベッリの時代には、ベネツヤやフィレンツェは、共和国であったが、実質は貴族による、過当性の生態であり、市民、 民衆の政治参加や自治はないか、あってもごく限定されたものだった。これらは、ローマ時代以降、一人の君主が政治を死物化しがちだとしても、多数である一般の市民、民衆による政治、民主主義も、また衆軍政治に連なって、公正から離れたものと考えられ、その中間の貴族性や混合生態などが好ましいとされたためであった。実際、ローマでは、 市民集会よりも元老院の方が大きな権力を振るっており、中世の共和国においても合議制による国家の維持、決定期間、後に議会に発展するは元老院と呼ばれることが多かった。近世になって自由主義、リベラリズムが広まった、啓蒙時代や市民革命の頃においても、財産で参政権を制限したり、制限選挙、また女性や奴隷などに、 三政権が与えられないのが普通であった。小林正也によれば、リベラリズムの自由は国家からの非干渉という消極的自由であるのに、対し、共和主義の自由は政治参加の自由であり、自治の自由なのであるとされるが、裏返せば公共性の実現を目的とする共和主義において、三政権とは自治の自由。 積極的自由を行使できるもののみに限られた権利と捉えられたのである。このため有権者を広げようとする民主主義と有権者を限定しようとする共和主義の思想的相違は自由主義や国民主権、ひいては自由そのものの捉え方に関わる問題となり、独立後のアメリカ、アメリカ合衆国の共和主義も参照、フランス革命などにおいて重要な争点となっていった。 例えば、ジェームズ・マディソン、後のアメリカ第四代大統領は1788年に、フェデラリストで直接民主制に反対し個人の自由を保障した立憲共和政体を支持して、その理由を次のように述べた。直接民主制においては、ほとんどの場合に、一つの感情や利益が多数派によって共有されるであろうが、弱者を犠牲にしようとする誘因をチェックするものはない。 このように当時のアメリカでは、共和主義者は連邦党、フェデラリストやイッグ党に、一方民主主義者は民主共和党やジャクソニアンデモクラシーに象徴され、前者は共和党に連なり、後者は現在の民主党となる。また、フランスにおいては、革命時のジロンド派が穏健な共和主義者であり、一方ジャコバン派が急進的な民主主義者と捉えうるが、その後は、 ナポレオン・ボナパルトの統治、失政政府及び大帝政を経て、復興政、レジティミズムや七月王政、オリレアにスむ第二帝政、ボナパルティズムなどの権威主義、さらには社会主義などとも絡み合って複雑な展開を見せた。こうした中で公共性を重視する共和主義は思想的に独自の立脚点として、公民道徳や共通善、公共、 な福祉の訳語が当てられる場合もあり、権利間の調整に主眼を置くなどを強調するになり、また政治的には直接民主制よりも大義制、間接民主制など、混合生態を主張するようになった。他に、アメリカでは、独自に、連邦政府への中央集権を主張する傾向、連邦主義、都市の商工業者を中心とする、産業資本主義的な方向性を有していたも持ち、 各州への地方文献を主張する、州権主義、大、地主や自営農民を中心としていた。州の権限、南北戦争の原因も参照と対立した。なお上実のマディソンは、連邦主義と州権主義の間を行き来したとされる。ちなみに、第二共和世紀のスペインでは、スペイン内戦において民族主義者に支えられた。 ブランコ将軍のナショナリスト派に対抗して集まった社会主義者、共産主義者、無政府主義者を共和主義者と呼んだ例がある。その後、20世紀に至って普通選挙が拡大し、同時に共和国の数が増え有権者が急増すると、共和主義は民主主義と融合しつつ、民主共和制、公共性を重んじるがゆえに、権利の主張と同等義務の尊重にも力点を置く、 主に保守系の政治思想とみなされるようになった。ただし、君主主義的で、伝統的、封建的、または、復古主義的な保守とは一線を画しており、特に道徳的、倫理的義務感に基づく、個人主義及び、資本主義を旗印とする自由主義の右派、保守自由主義、自由保守主義と、共和主義の間で重なるところが大きくなった。各国で、共和党をなっている政党を見ると、 保守もしくは、中道右派が多く、中には極右まで存在する。しかし政治において、君主制の比重が大きい国、君主国、隣国イギリスの君主制が無視できないアイルランドにおいては、共和主義は依然として、君主制廃止論足り得ており、反封建主義的な左派の色彩を帯びている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。